押して、よろしくお願いします、先生。手加減はなしでいくぞ、カナタ。はい。始め。カナタ、教えたことをしっかり守って、きちんと訓練に励んでいたみたいだね。はい。これくらい俺にとっては朝飯前です。その辺の魔物の退治くらいなら楽勝ですよ。頼もしいね。でも油断は禁物だよ。そうだ、クレス先生。俺、もう次のステップに進んでもいいと思うんですよね。うん。カナタは教えたことを真面目にやっているし、次のステップに進んでもいいかもね。やった、さすがクレス先生だ。ん、あれは。先生、あれ、魔物じゃないですか？そうだ。よし、カナタ。僕もサポートするから、この魔物との実戦をやってみよう。え？あれくらい、俺一人で倒してみせますよ。次のステップに進みたいんじゃなかったのかい？さらに強くなるための戦い方を学ばないとね。ああ、はい、お願いします。今日はここまでかな。ありがとうございました。本当に強くなったね、カナタ。ぼやぼやしてると僕も追い抜かれそうだよ。それは困りますよ。俺の方が強かったら稽古にならないじゃないですか。大丈夫、先生だったらもっと強くなれます。自信持ってください。ありがとう。悪気はないんだろうけど、この違和感は何だろう。どうかしたんですか、先生。いや、何でもないよ。とにかく剣の鍛錬に終わりなんてない。慢心せず、これからも頑張ってほしいな。はい、もちろんです。俺はもっともっと強くなりたいんです。みんなのためにも。みんな？修道院の孤児たちのことかい？はい。身寄りのないみんなはとてもかわいそうな子たちなんです。だから俺が守ってあげなくちゃ。君のその正義感は正しいし、優しさは尊いものだと思う。だけどあまり気負いすぎないでほしい。カナタだってまだ子供なんだ。俺はもう子供じゃありませんよ。ちゃんとみんなを守ってあげられます。うん、そうだね。このまっすぐさはカナタのいいところだ。優しさも正義感もこの子の美徳だと思う。だけど、まっすぐすぎるからこそ危なっかしくもある。クレス、大変なんだ。どうしたんですか。雑貨屋のとこのばあさんが頭を打っちまって意識が戻らないんだ。すぐに手当てしたいんだが、医者の先生は別の急患で手が空いてなくてよ。わかりました、僕が行きます。応急処置くらいはできますから。そう思ってここに来たんだ。頼むよ。でもどうして頭に怪我なんて。どうやらばあさん、強盗に襲われたみたいなんだ。強盗に？犯人は修道院のガキらしい。今村の若い衆が問い詰めに行ってるから、すぐ白状すると思うが。ちょっと待ってください。今の本当ですか？犯人が修道院の子供って。ああ、カナタ君。なんだ、君もいたのか。あそこには一人問題児がいるだろう。ナッシュだったか。
あの子は村の作物や雑貨をよくちょろまかすからね。その感じで今回は金を盗もうとして揉み合いにでもなったんじゃないかってみんな噂してるのさ。それって決めつけじゃないですか。ナッシュはそんなひどいことは絶対にしませんよ。クレス先生、俺すぐに修道院に戻ります。ナッシュの無実は俺が証明してあげなくちゃ。わかった。だけど修道院までの道は魔物も多い。決して気を抜かないでくれ。はい、急がないと。よし、森を抜ける。修道院はもうすぐそこだ。修道院にいる孤児のみんなは身寄りのないかわいそうな子たちばかり。あの子たちのこと悪く言う人もいるけど、だからこそ俺がみんなを信じてあげなきゃ。ナッシュは確かにいたずらもするけど、強盗なんてひどいことはしない。ナッシュはトガビトなんかとは違うんだ。待ってて、すぐに俺が誤解を解いてあげるから。話してくれミゼラ。なんて身のこなしだ。一瞬で後ろに回り込んだ。もう帰った方がいいよ。無理して通ろうとするなら、それでも無理だということを示さなきゃいけなくなる。私がね。やめてくれミゼラ。俺たちはナッシュを探してるだけなんだ。ナッシュはここにはいない。さっきも言ったじゃない。だから俺たちがそれを確かめてやるって言ってんだ。やましいことがないなら修道院の中を。いたたたたた。この中には小さな子供がたくさんいる。今のあなたたちみたいに怖い顔してる大人が大勢で押し入ったらみんな怯えてしまうわ。だから通せないの。帰って、さようなら。そうは言ってもね、これは強盗事件なんだ。村のばあさんが怪我をさせられたんだよ。ちゃんとナッシュには事情を聞かないと。あの子はやってない。確かにいたずらはするけど、人を傷つけるような子じゃないわ。そんなもんわからないじゃ。いい加減話してくれよミゼラ。カナタ、平気だった？ミゼラ、俺が来てあげたからもう大丈夫だよ。うん、カナタが来てくれたからもう大丈夫。私一人じゃ何もできなかった。俺十分やられてたんだけど。皆さんもうやめてください。ナッシュは犯人じゃない。いや、しかしな、あの子に盗み癖があるのは事実だろ。うちの野菜もあのガキに取られたんだ。それも3回も。確かにあまり裕福ではない皆さんから物を盗んだのはとても悪いことだと思います。みんなお金がないなりに一生懸命生活してるのに、盗みにあったらそりゃ大変ですよね。そのことはごめんなさい。俺が代わりに謝ります。おう、悪気はないんだろうが、馬鹿にされてる気がする。でも今回は違います。ナッシュは強盗なんてしません。俺が保証します。大変だ。怪我をしたばあさんが。どうした？たった今息を引き取った。そんな。くそ！ナッシュはどこだ？助けてくれ！ナッシュ。くそ！待てこのガキ。ゴードン、隣町の荒くれ者がどうしてここに。俺見たんだ。雑貨屋に盗みに入ったゴードンがばあさんを後ろから殴るとこ。でもそれをゴードンに見つかって誰にも言わないようにって捕まっちゃったんだよ。そういうことだったのか。おいてめえら、痛い目会いたくなかったらチクるんじゃねえぞ。分かったか。許せない、おばあさんを襲うなんて。許せなかったら何だって言うんだよ。罪を犯した奴には容赦なんてしない。俺が倒してやる。
行くぞ。逃げた。森の方に行ったな。大丈夫、俺が追いかけますから。待って、カナタ、私も行く。え、でも相手はすごく悪いやつだし。危なかったらカナタが守ってくれるでしょ。うん、そうだね、俺が守ってあげるよ。ありがとう、カナタ。じゃあ気をつけていこう。ゴードンはこの森に入っていったみたいだね。そうみたいね。ひどすぎるよ、強盗に入っておばあちゃんを殺しちゃうなんてさ。そんな悪い奴を野放しにしてたらみんなも安心して暮らせない。俺が何とかしてあげなくちゃ。どうしたの、ミゼラ。カナタはいつもまっすぐで正しいね。私には分かってたよ、カナタは絶対にみんなのためにゴードンを追いかけるって。うん、ありがとう。とにかく今は急いでゴードンを見つけよう。ここは魔物もいるし、気をつけながら進まなきゃ。ちゃんと俺についてきてね、ミゼラ。うん、いつだって私はカナタの後ろについていくよ。修道院でさ、俺が着くまで村の大人たちを一人で相手してたみたいだけど、大丈夫だった？とても怖かったよ。だから、カナタが来てくれて本当によかった。そっか。あれ？でも着いた時、ミゼラが村の人を押さえつけてたように見えたけど。気のせいだよ。私一人じゃ何もできない。カナタが助けてくれるから、私は元気でいられるんだよ。そうだよね。大丈夫。ミゼラのことはこれからもずっと俺が守ってあげるから。うん。ありがとう。いた、ゴードン。こんなとこまで追ってきたのかよ。もう逃げられないぞ。お前を捕まえて騎士団に引き渡す。待って、カナタ。何か聞こえる。これは、魔物の声。なんだよこいつ。こんなやつ初めて見る。まさか、こいつがクレス先生の言ってた。カナタ、来るよ。無理に追う必要はない。ここまでだな。どなくれてありがとうございました。でも、どうして？君たちは悪い人間には見えない。強いて言うなら、理由はそれだけだ。勝手に面倒ごとに飛び込まれて、こっちはいい迷惑だけど。不満なら、無理に私に付き合わなくとも構わないぞ。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。あんたが使命を果たし終えるまで、絶対に。理由をつけて逃げられるとは思わないことね。そうだったな。あの。ああ、すまない。こちらの話だ。自己紹介がまだだったな。私はミラ。彼女はベルベットだ。カナタです。彼女はミゼラ。この辺りの人じゃないですよね。二人はどうしてこんなところに？探している奴がいてな。しかし、見失ってしまったようだ。迷っちゃったんですか？よく見ると服もみすぼらしいし、困ってるんですね。かわいそうに。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか？よせ、ベルベット。それより、カナタ。何、ミゼラ。ゴードンが。あ、いない。逃げられたのか。
魔物と戦ってる隙に。どうしよう。おーい、ミゼラー。あと彼方ナッシュ。話も聞かずにさっさと飛び出すなよ彼方。いい格好しようとしちゃってさ。ナッシュ、何かよ。追いかける必要なんてないんだよ。ゴードンがばあさんを殴ったところ、俺のビジョンオーブにしっかり映してあるんだ。罪の投影か。このビジョンを世界中の奴らに転映すれば。見ろよ、ビジョンセントラルに新しい投影が。こいつ隣町のゴードンじゃないか。ばあさんになんてひどいことを。許せないな。なんだ俺のビジョンオーブが。頭に響くこの声は。なんてひどいことを。おばあさん相手にうますぎる。こんな悪人は裁かれるべきだ。いなくなっちゃえばいいのに。消えろよ悪人。消えちゃえ。消えろ。消えろ。やっぱり来てくれた、正義の使者、執行者だ。初めて見た。あれが執行者なのか。すごい、正義の執行者だ。うわ、かっこいいな、強そうだな。罪を犯したトガビトを裁きに来たんだよね。ゴードンはもう終わりだね。やめてくれ、やめてくれよ。わざとじゃねえんだって。殺すつもりなんてなかった。だから許してくれよ。消えた。執行者がゴードンに触れた瞬間にスッと消えちまった。どこ行ったんだ。すごい、一瞬でトガビトを消しちゃった。これが執行なんだね。よかったねミゼラ、これで悪い奴はいなくなったよ。そうだね、うん、おーい、ゴードンの奴は執行されたみたいだね。誤解してすまなかったな、ナッシュ。はっ。それよりカナタ君、今ちょうど連絡があってね。コーディさんが近くまで戻ってきているらしい。父さんが？やった！多分森を抜けた先にいるだろう。じゃあ俺迎えに行ってきます。ミゼラとナッシュも行こう。うん、わかった。
どうして戦わないの？カナタが守ってくれるから。でもさ、ミゼラってカナタより全然強いじゃん。ぶっちゃけ守ってもらう必要なくない？え？そうなの？ミゼラ。そんなことないよ。私はいつだってカナタに助けてもらってる。そうだよね。安心してミゼラ。君のことはちゃんと俺が守るから。うん、ありがとう、ナッシュ。はい。余計なこと言ってごめんなさい。どうした、ベルベット？まさか。ええ、どうやらいたみたい。呼ばれてるわ、この腕が。どうかしたんですか？探し物が見つかったようだ。ここでお別れだな、カナタ、ミゼラ。え、そうですか。カナタを助けてくれてありがとうございました。俺の家この先にあるんです。もしまた困ったことがあったらいつでも寄ってください。何でも力になってあげますよ。あんた、その言い方なんとかならないの？え、何がですか？よせ、ベルベット。ありがとう、カナタ。好意だけ受け取っておこう。さっさと行くわよ。ああ、さらばだ。縁があったらまた会おう。ええ、また。さようなら。